どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、アメリカンエキスプレスのクレジットカードキャッシュバックキャンペーンとですね、セゾンのアメックスのねクレジットカードのキャッシュバックキャンペーン解説ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。ということで、アメリカンエキスプレスのですねクレジットカード保有されている方はですね、ぜひね最後までご覧になってですね、今回のキャッシュバックキャンペーンに関しては先着というふうになっておりますので、動画見たらですねすぐにねエントリーだけねしておいていただきたいなというふうに思っております。それではですね、まずねアメリカンエキスプレスのクレジットカードのキャッシュバックキャンペーンですね。まずファミリーマートでタッチ決済のねキャンペーンが来ておりまして、こちらはですねアメリカンエキスプレスのアプリのねオファー画面からねエントリーすることができますので、こちらもね後で解説ねしていきたいなというふうに思います。ではねキャンペーンの詳細ですね。ファミリーマートでタッチ決済 20% キャッシュバックキャンペーンということで、利用期間はですね5月31日までっていうふうになっておりまして、エントリー必須のねキャンペーンで先着50万名様限定っていった形になります。でですね、特典については20% キャッシュバックということで、 20% キャッシュバックの上限については1000円までっていう風になっております。上限がね1000円までということで、逆算するとですね対象支払い金額は5000円っていう風になっております。でですね、今回のこのアメックスのねキャンペーンに関しては、支払い方法はねタッチ決済っていう風になっておりまして、こちらねアメックスのヒルトンプレミアムカードなんですけども、こちらにねここかな、フリックマークでしたっけ、この Wi-Fi みたいなマークですね、こちらでタッチしてね決済する方法っていう風になりますんで、こちらのキャンペーンね普通にねクレジットカード決済でねしてしまうとですね、こちら対象外っていう風になりますんで、この点はね本当に注意していただきたいなという風に思います。こちらね注意してほしいんですけども、まあ、かなりね知ってる店員さんの方ね増えてきたと思うんですけども、まだねクレジットカードでタッチ決済ができること自体をですね店員さんが知らないっていう可能性もねまだねゼロではありませんので、私はですねいつもねクレジットカード決済でって店員さんに言って、勝手にねあの機械にねこちらタッチして決済してる感じなんですよね。まあ知ってる方ねかなり増えてきたと思うんですけども、店員さんが知らないとですねタッチ決済でって言ってもはみたいな感じでねなってしまうと、まあ時間もねかかってしまうかなっていうふうに思いますので、対策としてはですねタッチ決済でっていうのではなくてですね、クレジットカード払いでって言っていただいて、まあ、機械がね光ったら、まあ、本来ね差し込むと思うんですけども、まあ、そのままねタッチしてしまえばですね決済ねできるっていった形になっておりますので、まあ、この点はですね覚えておくとスムーズにね利用することができるのではないのかなというふうに思っております。またですね、今回のこのファミリーマートのキャンペーンはですね先着50万名様までっていうふうになっておりますので、この動画ね見ていただいたらですねすぐにねエントリーしていただきたいなというふうに思っております。それでは次にですね、エントリー方法なんですけども、こちらねアメリカンエクスプレスのキャンペーンっていった形になっておりまして、アメックスのねスマートフォンアプリありますよね、ちょっとここら辺にね画像を出しておきますけども、ログインしていただいたらですね下の方にオファーっていうのがあると思いますので、そちらをねクリックしていただきます。そうするとですね、今回のこのファミリーマートのねタッチ決済のキャッシュバックキャンペーンね出てきますので、ここからねエントリーしていただきたいなというふうに思っております。まあこちらのキャンペーンね、キャッシュバックということでポイントでね付与されるわけではなくてですね、請求額からね引いてくれるキャンペーンっていう風になっておりますんで、まあポイントとかのねキャンペーンであればタバコとかね、そういうものは利用することねできないわけなんですけども、クレジットカードでね支払えるものであればですね何でもねキャッシュバック対象っていった形になっておりますんで、かなりね利用しやすいかなという風に思っております。それでは次にですね、対象外カードっていうのがですね記載がされておりまして、こちらね対象外のねカードの一覧なんですけども、ANA アメリカンエクスプレスクレジットカード、 ANA アメックスゴールドカードですね、 ANA アメックスプレミアムカード、ペルソナスタシアアメリカンエクスプレスカードということで、このね4種類のクレジットカードに関してはこのファミリーマートのねタッチ決済のキャンペーンは対象外っていう風になりますんで、私ね SPG アメックスとあとヒルトンプレミアムクレジットカードね持っているわけなんですけど、この2つはね対象なんですけども、まあ私あとね ANA アメックスゴールドカードもね持ってるんですけども、まあこちらに関してはね対象外っていった形になっております。それでは次にですね、アメリカンエクスプレスのプラチナクレジットカードね、まあ持ってる方ねそこまで多くないかなっていうふうに思うんですけども、こちらねさらに大きいオファーがね来てるんですよね。ヨドバシカメラ、小島、ビッグカメラ、高島屋で
なんと 30% キャッシュバックキャンペーンがね来てるんですよね。家電量販店が入ってるということで、アメックスプラチナのねオファーはねかなりすごいんですよね。こちら利用期間が2021年の7月18日までっていうふうになっておりまして、こちらもねエントリー必須ということで先着10万名様っていうふうになっております。で特典はですね 30% キャッシュバックで、上限がですねこちら3万円までということで、対象支払い金額をですね逆算すると10万円の利用で3万円ねキャッシュバックされるっていう感じなんですよね。こちらも先ほどと同様にですね請求額から3万円ね引いてくれるっていう風になりますんで、かなり利用しやすいですよね。またね家電量販店とかね高島屋とか利用できるということでかなりお得ですよね。でですねこちらは合算されて10万円までっていう風になりますんで、ヨドバシ、小島、ビッグカメラ、高島屋っていう風にあるわけなんですけども、まあこちらのね4つの加盟店ですかね、こちらの利用金額が合計で10万円で3万円キャッシュバックっていう風になっておりますんで、まあね家電量販店がね入ってるっていうのはかなりいいですよね。またね期間も7月の18日までということで、期間ねかなり長いですよね。もしねアメックスプラチナカードね保有されている方で10万円ぐらいするね家電を購入検討されている方ですね、購入するねチャンスだなという風に思いますので、ぜひね検討してみていただきたいなという風に思います。またねこちらの加盟店についてはオンラインショッピング店舗どちらでもね利用 OK っていった形になっておりますので、これでもね覚えておいていただきたいなという風に思っております。それでは次にアメリカンエクスプレスコネクトのキャンペーンですね。まあこちらねあんまり聞いたことない方ねいらっしゃるかなというふうに思うんですけども、まあこちらねセゾンマイレージプラスのクレジットカードで、国際ブランドがですねアメックスですよね。まあこういうクレジットカードがですね対象のねキャンペーンというふうになっておりまして、まあ対象カードについてはですね対象だったりね対象じゃなかったりねするわけなんですけども、まあ基本的にはですねこのアメリカンエクスプレスの国際ブランドでね発行されているクレジットカードが対象のねキャンペーンっていう風になっております。でですね今回のアメリカンエクスプレスコネクトのキャンペーンはですね、アメリカンエクスプレスの国際ブランドがねアメリカンエクスプレス、またセゾンがね発行しているクレジットカードっていう風になっておりまして、こちらの2つが対象のねキャンペーンっていう風になっておりまして、今回のねアメリカンエクスプレスコネクトのキャンペーンはですねこの2つがね入ってないと利用することがねできないわけなんですけども、結構ね対象カードね保有されている方、まあ特にねマイラーの方は多いんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひね利用してみていただきたいなというふうに思っております。それではキャンペーンの詳細なんですけども、対象店はアマゾン、メルカリ、アマ寿司とスキヤっていった形になっております。まずアマゾンからですね、期間は2021年の4月の13日から2021年6月30日までっていう風になっておりまして、エントリー必須先着7万名限定っていった形になっておりまして、特典はですね2000円利用すると500円ねキャッシュバックキャンペーンということで、2000円使うとですね500円がねキャッシュバックされるキャンペーンという風になっております。こちらのキャンペーンの注意事項なんですけども、対象外支払い項目というのがありまして、 Amazon ファミリー年会費、プライムスチューデント年会費、ビジネスプライム、 Amazon オーディオブック、 Amazon ペイ、 Amazon プライムとその年会費は対象外っていう風になっておりますので、まあこのね Amazon で利用するとキャッシュバックね受けられるわけなんですけども、この項目についてはですね対象外っていった形になっております。まあこのキャンペーンはですねキャンペーンの詳細を見る限りですね、 Amazon ギフト券の購入についてはですね対象外の記載がないんですよね。ですので個人的にはですね利用先がない方はですね Amazon ギフト券ね2000円購入していただくと500円ねキャッシュバックされるっていう風になりますんで、こちらねかなりおすすめっていった形になっております。それでは次にメルカリですね、期間は2021年の4月の13日から6月30日までエントリー必須先着7万名限定的な形になっております。でですね特典については利用金額の 30% キャッシュバックっていう風になっておりまして、上限は500円っていった形になります。こちら上限をね逆算すると対象支払い金額がですね1667円っていう風になりますんで、まあこちら利用していただくと500円で、ね
キャッシュバックされるっていった形になっております。まあメルカリということでそこまでね利用する方多くないかなっていうふうに思うわけなんですけども、もしね利用する機会がある方はですね1667円ね利用していただければ500円ね返ってくるっていった形になりますんで、こちらもね悪くないかなっていうふうに思っております。それでは次にですねすき家とはま寿司ですね、こちら期間は2021年の4月の13日から6月30日までエントリー必須先着7名限定っていった形になっております。特典に関してはですね利用金額の 30% キャッシュバックっていう風になっておりますんで、上限は500円っていった形になります。支払い対象金額に関してはですね1667円っていう風になりますんで、1667円以上ね利用していただくと500円ね返ってくるっていった形になっております。でですね、今日紹介しているアメックスコネクトのねキャンペーンについてはウェブサイト店舗ねどちらでも利用することができるっていった形になっております。で注意事項に関してなんですけども、 Amazon メルカリのキャンペーンもねそうなんですけども、クイックペイでね支払いしてしまうと対象外っていう風になりますんで、この点はね本当にね注意していただきたいなっていう風に思っております。まあもちろんね対象外ということでクイックペイで支払いしてしまったらですね還元ね1円ももらえないっていった形になりますんで、注意していただきたいなっていうふうに思っております。それでは次に対象カードについてなんですけども、今回ですねアメリカンエクスプレスコネクトとまたねセゾンカードのキャンペーンといった形になっておりますので、先日ねお得案件で言ったねこちらセゾンパールアメックスデジタルクレジットカードですね、こちらね結構持ってる方ねいらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、こちらもね対象っていった形になっておりますし、まあ私はですねセゾンマイレージプラスクレジットカード、こちらね先ほども出しましたけども、こちらもね、昨年のポイントサイトの案件で私ね発行しておりまして、まあ、今年ね解約するんですけども、まあ、こちらもね対象っていった形になります。またですねセゾンゴールドアメックスクレジットカードですね、こちらもね昨年案件でありましたよね、発行されてる方ね結構いらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、まあこちらもねキャンペーン対象といった形になっておりますんで、まあ保有されている方はですねぜひねエントリーしていただきたいなというふうに思っております。でですねこのキャンペーンに関してはですねクレジットカード1枚に対してキャンペーン適用といった形になっておりますんで、私はね3枚持ってますんで、こちら全部ねエントリーして利用することねできるっていった形になってるんですよね。ですのでもしね数枚保有されている方はですねかなりねお得になるかなというふうに思いますので、ぜひね利用してみていただきたいなというふうに思っております。それでは次にですねエントリーに関してなんですけども、エントリーはですねこちら全部ね先着のキャンペーンというふうになっておりますので、この動画ね見た方はすぐにねエントリーしていただきたいなというふうに思っております。公式サイトに関してはですね動画の概要欄にですね URL ね入れておきますので、できるだけ早くねエントリーしといていただきたいなっていうふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。